こんにちは、青野です。今回の話題はこれです。ドーオズプロジェクトの幹部が逮捕。数ある暗号資産詐欺の中でなぜオズプロジェクトが捕まったのかに回答します。オズプロジェクト、オルズプロジェクト、ニュースだ。被害総額65億円か。仮想通貨 AI 運用投資詐欺の疑いでオズプロジェクト元幹部ら4人逮捕。北海道から沖縄まで全国の約1万5000人から約65億円を騙し取っていた。被害者数は1万7000人という話もあるようです。ちなみに日本武道館の収容人数は1万4000人です。オズプロジェクトは2017年に話題になった暗号資産のプロジェクトです。このプロジェクトのすごい点はこれです。ドーン。元本が4ヶ月で 2.5 倍。これほど稼げる理由はこれです。ドーン。勝率 96% の AI トレード。人工知能を搭載した自動売買システムが1秒間に数百回のトレードを行い、勝率 96%、 月利 40% でユーザーの資金を増やします。次っと、自動アービトラージシステム。アービトラージとはですね、2つの取引所で価格差が生じたときに安い取引所で買って高い取引所で売って稼ぐことです。オズプロジェクトのアービトラージはコンピューターが取引所の価格差を瞬時に判断し、月利 30% から 50% で稼ぎます。次っと、マイニングチップ。関連会社のダイソーレッドがマイニングが爆速になるチップを製造していて、2017年にマイニング市場全体の 40% のシェアを握っていると説明していました。そんなチップ聞いたことがないね。会員にはマイニング事業の収益の一部が1000日間月利 5% で毎日配当されます。以上がオズプロジェクトが資金を爆発的に増やす方法です。ユーザーの資金のロック期間は4ヶ月。例えば100万円落としたら1ヶ月あたり約40万円ずつ増えていき、4ヶ月後の口座の資金は約250万円になっています。そのうちのプランに応じた割合の金額をユーザーが受け取り、残りは再投資されます。ずっと、これはプランの一覧です。一口5万円から141万円までの6つのプランが用意されています。紫色の線の箇所がロック解除時に受け取る金額の割合、青色の線が再投資の割合です。再投資した資金は4ヶ月後に再びロック解除と再投資が行われるので、元本を回収した後は半永久的に不労所得を得ることができます。例えば再投資が 50% のプランを選択して100万円を投資した場合、4ヶ月後の250万円のうち125万円を受け取り、125万円は再投資されます。なお再投資の割合が多いプランを選ぶと複利効果で長期的に資金が増えやすくなります。資金の受け渡しはビットコインまたはオズポイントで行われ、オズポイントは電子マネーやプリペイドカードにチャージして使えます。このプロジェクトのさらにすごいところは、友達にオズプロジェクトを紹介するとボーナスがもらえ、紹介すればするほどランクが上がってボーナスが大幅に増えることです。上位プランの場合はランクが上がった状態から始められるのでお得です。以上がプランの説明です。このように夢のような配当生活が送れるオズプロジェクトは、会員数1万5000人、65億円が集まり、プロジェクトがスタートしました。しかし、4ヶ月が経過しても誰も資金を受け取ることができず、プロジェクトが突如返金プランを発表した後、返金の相手が続き、結局ほとんどの会員が 3% 前後しか返金してもらえませんでした。詐欺プロジェクトがよく少しだけ返金する理由は、詐欺で使わないために返金の意思があった事実を作っておくためです。それから2年以上が経過し、オズプロジェクトの幹部4人が詐欺の疑いで逮捕されました。オルズプロジェクト。オズプロジェクトの関係者、他にも暗号資産案件をしているので確認します。アセットコイン、プラネットコイン、オーシャンコイン、オーシャンコインゼロ、インディアンコイン、キングダイスコイン、ネスト、ビットコインロードマップ、ブレイニー。
いろいろなコインが販売されましたが、何も存在しなかったかのように消えていきました。ちなみに、この中で一番有名なコインはアセットコインです。アセットコインは金を担保に価値を裏付けたコインで、芸能人のガクトが紹介して話題になりました。その次に有名なのはプラネットコインで、プラネットコインはパラオのリゾート開発を担保にしたコインです。その後、プラネットコインはオーシャンコイン0の順に進化しましたが、消えました。このように、オズプロジェクトは他にも暗号資産プロジェクトをしていて、コインを売って会員を集め、名前を変えて再び会員を集めるを繰り返してきたので、オズコインの65億円の被害額も大きいですが、プロジェクト全部合わせると1000億円を超えるという説もあります。次に、逮捕されたオズプロジェクトの幹部の橋田拓也氏は、格闘技界ではそこそこ名前が知れている人です。なぜなら、橋田氏が勤めているザ・ダイスチーム、略して TDT という会社は、格闘家を中心にアスリートのスポンサーをしているからです。ザ・ダイスチームという名称は商標登録されていて、権利者は橋田拓也と記載されているので、おそらく橋田氏は TDT の代表です。TDT がスポンサーをしているアスリートの人数は公式サイトに掲載されている分で149名。現在のライジン王者の堀口選手や浜崎選手をはじめ有名選手がたくさんいます。橋田氏の愛称は、ボス。橋田氏と一緒に写真を撮っている選手はたくさんいて、TDT というロゴが入った T シャツを着ている選手も多いです。元プロレスラーの高田伸彦と一緒に撮った写真も複数あります。出てこいや！以上のような状況から、おそらく橋田氏は格闘技が大好きで、格闘家を中心に資金援助をしているので、格闘技界ではそこそこ名前が知れた人です。ずっと！これは橋田氏が自分のインスタグラムで公開している今後の予定です。コロナが収束した後にインドネシアのバリ島に写真のような施設を建てる予定です。大きなプール、アクティビティ、ジムがついていて TDT スタッフとメンバーは無料で利用でき、空港からの送迎バスをつけるそうです。その他、橋田氏のインスタにはアプリを使ってアイアンマンの顔を自分の顔にすげ替えた動画や子供たちと一緒に撮影した写真もアップしています。ツイッターでは、熱海の土砂崩れの災害で困っている人に食事を無料提供するツイートにリツイートしたり、交通事故の情報提供を求めるツイートにリツイートしたりなど、心優しい一面を見せています。以上のことから、私の予想では、橋田氏は、体は強くたくましく、心は優しく、みんなに親しまれる金持ちのヒーローになりたい。そんな志を持った人なのではないかと予想します。しかし、もし詐欺事件に関与していることが事実だとしたら、格闘技界のスポンサー料に詐欺で騙し取っていたお金が使われていたような印象になり、残念に思うアスリートは多そうです。次に、オズプロジェクトが逮捕まで至った理由について、暗号資産の詐欺事件は今までものすごくたくさんありましたが、詐欺事件として取り扱われることはほとんどなく、詐欺師たちは騙し取ったお金で合意し、高級車やタワーマンションを買い、何事もなかったように堂々と詐欺を続け、資産を失った被害者は泣き寝入りというのがお決まりのパターンになっています。では、なぜオズプロジェクトの犯人は逮捕に至ったのか。それは被害額や被害者数が多く、犯行が繰り返され、消費者センターや警察などの政府機関への通報が多かったという理由もあると思いますが、注目しておきたい大きな理由があります。それはこれです。ドーン！告訴状の連発！告訴は、犯罪の被害者が加害者の処罰を求めて警察署や検察に届け出ることです。告訴状は被害届に似ていますが、被害届は被害を受けたという報告に過ぎず、警察が捜査する義務は発生しないのに対し、告訴状は加害者の処罰を求めるという行為で、警察が告訴状を受理した場合は捜査をする義務が発生します。さらに、告訴状は明らかに犯罪にならない場合を除き、警察は受理しなければいけないと法律で定められています。なので、警察は投資詐欺の告訴状の受理を拒むケースが多いですが、オズプロジェクトの被害者の中で告訴を検討している話が複数あったので、その中で受理された告訴状によって捜査が始まり、逮捕まで至った可能性があります。なので、自分が明らかな詐欺にあって、犯人を許したくない、警察に事件を捜査してもらいたいと強く願っている人は、被害届を出すのではなく、告訴状を出すといいと思います。告訴状の作成は、弁護士や行政書士に依頼するのが一般的ですが、個人で作ることもでき、警察に受理された後の費用は発生しないので、金銭的な負担をあまり気にせずに実行できます。以上、オズプロジェクトの幹部が逮捕。数ある暗号資産の中で、なぜオズプロジェクトが捕まったのかの回答でした。
この動画面白かったらグッドボタンお願いします。富岡太郎さんご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。